受験生版タイガーファンディング夢に踏み出せ。今えっと独学で勉強基本その参考書を自分で選んでやってらっしゃる。あ、そうですね。塾と参考書まあハイブリッドではないですけど。どでまあ塾側がカリキュラムを作ってくれるわけではない。あ、それはないですね。だから自分で奥田さんが作ったカリキュラムを勉強してわからないところを塾が聞いてあそうです教えてくれると。はいはい、参考書をどうやってセレクトしてるんですか。参考書はそれこそ武田塾チャンネルをまあ参考にさせていただいたり。 あの小場所さんの比較動画みたいなのも参考にさせていただきながら、まあ、自分でいいなって思ったのを書店まで見に行って何冊か比較してから手に取るようにはしたやっぱりそこにこう画期的なねやっぱり大学入ってから、まあ、俺はこういうことをまず大学でやりたいっていうものがないと僕らは見えないさっきも言った通りね。文科省大臣になってからじゃ いいややなる確率の方が低いやろって普通思うよねだから東大に入るぐらい前だったら俺らでも終えるしまあ実際ねあの入る確率っていうのはゼロではないと思う先ほどの成績見る限りは全くゼロではないと思うんだけども大学12年で投資した社長に何か返さなきゃあかんと思うよ当たり前だけど。うん、ねえ、うん。やっぱりなんだ が浮かばなないいととちょっ,とっこう動かないですね手がね今のところそのぼんやりしたものしかやっぱまだ見えてない感じですね <laughs> 正直さまあ小橋のチャンネルだって7万8万いてうちも4万いてで森鉄のとこなんてね十何万いてってねみんなある程度竹、まあ、田塾もそうですしあの YouTube よくもそうだけどもういるわけですよねチャンネル登録者数が。だから別にね んんんな78万払わでででも、ね、誰でも誰無料で出てくれるんだよね別に同じような境遇の地方から一発東大現役合格しました俺も YouTube チャンネルやりたいんで出させてくださいっていう話死ぬほど来るのねむしろ断ってるぐらいだよねああもうそういうやつ切りないからだから YouTube で宣伝したいんですけどっていう人はいくらでも来るわけですよだ俺なんて俺なんて別に一銭も金払ってないよじゃあなんで78万払って YouTube 出てててあげますっっ言われななきゃいけないけのって思うよねだって出たい人はいくらでもいるの。小橋のチャンネルなってね、出たい人多分いくらでもいるだろうし、これから YouTube やっていきたいって思ってるんだったらね。まあ、当たり前くど森哲先生だって、いろんな YouTuber とコラボして、あれだって別にね、お金が発生してるわけじゃないけど、やっぱりね、そのもうお互い何万何万持ってたって、そうやってコラボするわけじゃないですか。それをいきなりね、たまたまただ普通の地方から東大合格した子が出たところで、別に俺らのチャンネル的にうまみはない。 ましてはそこに金を払う意義はもっとないあそこは無償でやらせていただきたい,いやだからもともと金払わないってああそうだからもともとただでできるものになんでこの78万を払って出ますよって言われなきゃいけないのかが俺には理解ができない出る人なんていくらでもいるちなみに募集すりゃもう1人でも20でも来るよツイッターとかで募集すれば78万家賃補填してあげて YouTube で勉強法を語りますっていやいやいいいいみたいな 全然で森鉄来てくれるしみたいなそっちの方がクオリティ高い英語の話できるじゃないですか小場所出てくれるし、ね、全然実地的なな話でできるじゃないですかで実際ツイッターで「地方の学生さん YouTube 出ませんか?」って言ったら「出たいです」って人全然来ますももっとといいいいいメリットを出出さななな金出してもらえないんじゃないの、うんまあ、やっぱそのお礼っていうのもまあ結構適当だだっていうのは、はい、まあここに書かれているこれを見ても分かるわけですね。 あのもう書き方がめちゃくちゃゃくですよね1点って書いてあったら「ETC」何 ETC って「エトセトラ」で点がついて「2」って書いて次は「ETC」「3」って書いてて次は「ETC」「4」「ドット」って書いてあったりとかやっぱこの書き方でまあだから漢字にしなきゃいけないものがひらがなだったり漢字が間違ってたりとかそういうのを見ててやっぱ信頼を、ね、こう持てないっていうのがやっぱちょっとあるんですね。 あなかなかフォントもなんでこんなフォントなのとかああじゃあこれはちょっとなんかワードの使い方が分からなくて <laughs> 最初事前に松原さんにお電話いただいた時に親にやってもらっていいよっていうあの電話を受けたんで親にやってもらったっていう。やっぱりこれは企画書とかをこう、ね、見せる時っていうのはすごいこう見やすくしたりとかするのってかなり重要なので、うん、こういうちょっとやっつけ感がどうしてもやっぱりこれ出てしまってるっていうのがあるんですね。 なんか自分もさっきまあ熱意でまあ出したところあるんですけどその今まあリターンの話になっててじゃあこれぐらい無償で働きますとかそのまあそのリターンでそのこっちの虎を動かすっていうのもありだと思うんだけどそのまあやっぱり自分のそやりたいことが将来その教育をまあ変えたいっていうところでそこでなんかこの今この5人を動かせなければ将来じゃあそのプランを実行できるかっていうとまあ正直その気がしなくてで自分はさっきそれを確認したくてその奥田さんに。 それを聞いて、まあ、自分はまあ1対1で、まあ、さっきちょっと話す1対1みたいに話してたから、まあ、その熱意をちょっと感じてまあ出したんだけどそういうところ、ねまあ、そういう細かいところがこういうレジュメ出てるのかもししれないいこういう、ね、レジュメを17歳に、ね、完璧に作れっていうのはちょっとね、まあ、やっぱりなかなか難しい自分が17歳の時にできたかと思うとちょっと難しいかなとは思うんだけども、えっと、あなたにできることが一つだけあってあの文科省の大臣になりたいんでしょ。はい、でそこまでのルート、まあ、要は 大学入学からそこに一直線に向かっていきたいってさっき言ったわけじゃないですか、はい、じゃあ大学在学中にそのルートにプラスになるためにできることがあるはずですよねボケっと4年間過ごすわけじゃないでしょただ東大卒業したら文科省大臣に近づいてるんですか近づいちゃうんです違いますよね、はい、それがを言わなきゃダメなんじゃないですか文科省大臣になるっていうとなる段階にはおそらく主催の岩井社長がもういないんですよ全く <laughs> そらく くどいね、この人。それに僕らもいないかもしれないんですよ、本当に。だってもう年の差が15以上あるわけでしょだから、そうなると本当にそれがあり得るわけですよね。だから、イメージがつかないってさっき言ったんですよ。けども大学だったら終えるよって言ったよね。はい。だから、つまり国会議員になるために、大学4年間で何をするべきかっていうのを明確にここで発表しない限り、この話は通らないと思うよ。絶対にやるべきことがある。 例えば、まあ僕らのね、まあ小橋夫さんも友達ですけど、海外だっけ論文 YouTuber の。ああ、笹谷さんそう、笹谷さんとかは、東大卒業してだっけ卒業してだよね。してしてるしてる。して。で、まあ区議会議員になろうとね、まあその立候補していたけれども、要は、例えば区議会議員になってとか市議会議員になって、そこから国会議員になって、で、そこから大臣になっていくわけですよね、普通のルートとしては。そうやって、要は、まあ、 民主主義ですからね。要はみんなから選ばれる人材になっていかなきゃいけないわけですよ。そのために僕は大学4年間でこういうことをしようと思います。っていうことを、まあ、例えば何でもいいですよ。YouTube 始めるでもいいですよ。文科省大臣になるチャンネル。その、じゃなるまでの過程の、自分がそれになるまでの過程の、それに向けての勉強なりの動画を出させていただくっていう形。 自身の目標を語り続ける受験生しかしどれだけ大きな夢であっても虎の心に響かなければ意味がない最終決断の時は刻々と近づいている大臣って国会議員がねなりますよねってことは支持者ファンが必要なわけでだからその、まあ、まずその兵庫の地場で、まあ、そういうそのね、えー 支持者を集めていく作業、あの、ね、活動していく必要もあるだろうし、あとはその、今この時代ね、SNS の時代だから、あの、その、奥田さんが、まあ今の状態から、東大に入っていくところのストーリーも、まあ面白いと思うし、そこから先に、まあ、その、とりあえず目標はもう文科省大臣と。で、そのプロセスでどうやってこう自分が頑張っているのかっていうのをどんどん見せていって、例えば大,大学在学中に10万人目指しますとか、わかんないですけどね、5万人か。 でそれであのそこに例えば僕はもうベットするんであのそこ見てくださいとかそういうのは例えばどうですか気持ちとしては僕としては本当にもにできるだけ多くの学生を作りたいっていう思い一心で、まあ、今も勉強してるし、まあ、だからまあこんなんでいいんか分からないですけど、まあ、自分の YouTube チャンネルを立ち上げてできるだけ まあ多くの学生を助けたっていうか、の手助けになったっていう実績を持った上で、国会議員になって、後には文部科学省大臣になるっていう形。さあ,あの、かなりもう時間も経っていますので、何かこれ以上に、えー、と奥田さんに質問になる方がいらっしゃいましたら、表明ください僕はその、ね、思いを共感していまして、うん、で僕は逆に国,国とか、国の政策とか、そういうもので変わらないなって、僕自身なんか。 思っちゃってるんですね。だから、まあ、我々私塾として、その工芸区の、まあ、ある意味、至らない部分を補えたらなって、まあ、ちょっと恐縮なんですけど、思ってるんですね。だから、奥田さんがやりたいことっていうのはすごくいいと思ってまして、それが、その、えー、文部科学大臣になって、実現することで本当にできるのか、それとも、それ以外の道もあるような気も。 したんですね、そこってその、どまあ、手段の違いだと思うんですよ。その大臣になるとか、それ以外の方法って。でも、岡田さんとしては、その手段に、要は文,文部科学大臣になることにこだわっておられるのか、自分が、えー、果たしたい、作りたい世界を作ることにこう重視しているのか、それはどちらですか、率直に。僕は国として、 教育の水準を上げたいっていう思いの一心でやってて、塾とかだと、まあ、すごい、いろいろ、有益な情報とか、まあ、有益な講義とか、いっぱいあるけど、じゃあ、国として、じゃあ、例えば学校だけで、絶対、目指してるとこに行けるのかって言ったら、まずそうじゃないと思うし、まあ、それはやっぱり受験っていう、受験勉強っていうのと、少し乖離してる部分も、やっぱり、あるっていうのは否めないから、 そういうところの溝を,溝を僕は見ていきたいなと思って国の教育の一番上に立ちたいっていう思いで文部大臣になりたいなと思ってますはい、えー、では最後に奥田さんえっ、ー、とまだ言い足りないことがあればぜひえっ、ー、と社長たちに短い言葉でお伝えくださいまあこの場を借りて、まあ、発表させていただいてまあ至らない点とかもういっぱいあったんですけど まあ、すごい的確なアドバイスとかいただけたんで。まあ、これを、まあ、今回オールになったとしても、ナッシングになったとしても。まあ、自分のこれからの、まあ、夢とか目標に向かって生かせるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。はい、では、最終決断に入ってまいります。はい、ええー、細井先生、お願いします。そうですね。まあ。出せて。二十万枚かな。 ありがとうございますどうぞどうぞ、まああのビジョンが大きいのはすごいいいと思うんですねそのやっぱり若いっていうのもありますから。けれどもこの場においてはやはり僕らがイメージできるビジョンつまり短期的な目標っていうのを前面に押し出した方が戦略的には良かったんじゃないかなと思います。なのでまあその戦略ミス、まあ、ここでね17歳の子に修正しろっていうのは難しいのでまあ頑張ったご褒美に 20万円です。ありがとうございます。はい。えー、っと、冒頭で僕が言うのを忘れてしまってますが、えー、っと、今回仮に、えー、っと、希望金額まで達したとして、えー、志願者3人出てきますので、この3人の中で、皆さんの話し合いの中で、一番いいと思った方に最終的に、えー、現実的なお金が渡るということだけ、先に申し上げておきますね。なんで一旦、仮にですけれども、オールになったとして、えー、その後がまだあるっていうことは、あの、ご理解ください。 では、小林さん。すみません。今回はナッシングで。はい。はい。まあ、目標もすごく高いですし、東大に受かる可能性もあるかなと僕は感じたんですけど、やっぱり文部科学大臣になるっていうことをされるよりも、まあ、細井さんと同じなんですが、やっぱりこの例えば先、4年間、5年間とかで、こういうふうに僕は頑張ります。で、僕個人的には別にリターンとか別にどうでもいいんですけど、いや、5年間マジでこういうこと成し遂げるんでっていうのを言っていただいた方が嬉しかったし、僕らは、その、 まあ、足名護さんじゃないって話も出ましたけど、ぶっちゃけ支援でお金を出しに来てるんで。もう僕は僕なんでという方が、僕は嬉しかったか、僕個人は嬉しかったなと。周りに言われて、じゃあ、こうします、じゃあ、こうしますじゃなくて、いや、俺はもうこれで行くんで。絶対受かるんで、出してくださいの方が嬉しかったなって思いました。はい、終わりました、頑張ってください。はい。はい。山美先生。はい。ええ、追加で。あの。まあ、武田塾の、まあ、代表の塾長の林が。まあ、あの、総理大臣になって、まあ、国を変えたいと。 言ってるビジョンが実はすごい一致してて、あのそこに関してえっとまあ個人的に私もその思いを林を応援したいなと思いでまた出てますし、そういう同じ思いを持った人が増えてくるのが僕は嬉しいと思うんで、ぜひそこはあの、えー、出したいと思います。ただその方法がまだ全然決まってないので、そこをしっかり決めて、えー、自分の目標に向かって頑張ってほしいなと思います。というわけで追加で。はい。えー、っと現時点で50万円まで積み上がっております。 はい、ではモリタ先生、モリ先生、あ、はい、あ僕はナッシングですね、はい、はい、やっぱりま先ほど言ってた小和さんと同じですね、そのブレてしまうっていうのがやっぱり一番気になったところですね、もうすぐに変えちゃう言ってることっていうのが、やっぱりそれは本当に筋通して言ってもらった方が信用できる信頼できるっていう感じだったと思いますね。じゃあ最後に松原さんお願いします。はい、あの奥田さんの状況とかあの思いっていうところで。 えー、こういう社会を作りたいっていうところは僕もすごく共感してて、ただその具体的な方法はまだ経験不足もあるし、まあ実際東大を受かってからじゃないと分からないところもあると思うんですよね。僕もまあ高校時代総理大臣になるって言って、まあ結局なってませんけど、それなりに、あの、自分なりに今、頑張れてるという人生を送れて、すごく満足しているし、もともと頑張ろうと、また奥田さんにと思えたので、応援の気持ちも込めて、 はいということでえっ、ー、といったんですねあの今申し上げたようにえー、まあ決勝戦に残るという言い方をしてしまいましたけどもえー、積み上がりましたのでこれでねえっ、ー、と待機をしていただく形で奥田さんよろしいですかはいすいませんありがとうございましたありがとうございます、はい、あ終盤戦虎たちが札束を動かし見事ファンディング希望額に到達 東大進学のためそして文部科学大臣という夢への軍資金を獲得できるか戦いは続く